はい、それでは始めたいと思います。夜遅くに皆さんお集まりいただきありがとうございます。今ですね、スライドの方が清田先生の方から公開されましたので、そちらの方を見ながらですね、あるいは画面の方を見ながらですね、ご覧いただければと思います。ちょっと先ほど本当に数、ちょっと前まで中国の録音でずっとスタジオの方に出張ってたので、帰ってきたところになかなか息が切れてるところなんですけれども、始めていきたいと思います。今画面の方を共有できてますかね。こちらの方のスライドが見えている状態になっていれば OK です。はい、大丈夫です。はい。でですね、チャットはどこに行ったかなとか。はい、ですね、今右上の方に QR コードがあるんですけども、質問フォームと別途、もし、直接、書き込むのが恥ずかしいとか、こんなこと聞いてもいいんだろうか、みたいなことがあれば、今からですね、フォーム送りますので、そちらの方で、同じものです。QR コードでスマホでカシャッとやってもらってもいいですし、質問フォームに送ったものですね、今のチャットに送ったものを開いてもらっても、送れると思いますので、これは僕しか見れないので、もしであれば、記名向けにどちらでも構いませんので、質問随時入れてもらったらと思います。でしょうか。はい、それではですね、今日は、ホワイトボードアプリの Google ジャムボードと Google スライドの中国語授業の応用ということで、まあ、無料で使える、まあ、ネットさえつながっていれば、自由に使えるものをどう使えばいいのかっていうことをですね、少しはこういう使い方ができるよぐらいのものだと思ってください。いろんな応用の仕方あると思うので、まあ、それ見てもらえればと思います。自己紹介をくれました。この漢字で日野義弘と言います。目白大学とですね、あと高校の方では N 高校という、ネットの高校と言われているところで、最近ちょっとズームでいろんな授業をどうするかとか考えなきゃいけなくなってきたので、まあ、そういうことも踏まえてですね、こういったちょっと使えそうなものを漁っているところだったりします。はい、それではですね、まずこう今日紹介をするですね、内容なんですけども、Google スライド、これまさに今僕が使っているものですね、Google スライド、要するにネットで使える PowerPoint、キーノートだと思ってください。で、先ほど清田先生からの PowerPoint を PDF にダウンロードしてという話があったんですけども、これ皆さん共有しているので、このまま見ることできますよね。で、ファイルは多分できないんですかね。ここからダウンロードってできるかできないかちょっとわからないんですけども、できるんであれば、これでも画像でも PDF でも実は落とされた、マイクロソフトの PowerPoint の記事を落とすことができるので、これがもし使えるのであれば、共有の場合とちょっとわからないんですけど、あればこのまま見てもらえればと思います。はい。まあ、この Google のとにかくサービスを使ってですね、授業中に使えるような方法はないのか。で、今回僕はこれの中で、ユーザーの共有機能っていうのを使いながらですね、4択問題をしてみたりとか、並び替え問題を作ってみたりとか、作文問題の回答をみんなで一緒にやってみたりとかですね、そういった、まあ、練習問題をですね、遠隔授業で一斉にする方法ですね、ということを見ていければと思っています。まあぶっちゃけ人力70%、機械30%って言いましたけども、仕込みの部分が割と大事になってくるものになるので、自動で何かをしてくれるわけじゃないんですけども、まあ、ちょっと遠隔授業が楽しくなるといいなぐらいの、ことで紹介をさせていただければと思います。まずこの Google ジャムボードって皆さん聞いたことありますかね。多分あまり聞いたことないのかなというふうに思ってるんですけども、これは Google が提供する電子黒板と電子黒板アプリの名前になります。で、まあ、これ電子黒板ですね。これは高いです。60万円ぐらいするそうなんですけど、これは今日相手にしません。で、これではなくてですね、こういった、まあ、例えば iPad で使えるアプリであったり、今日ブラウザで皆さんにご覧いただくんですけども、ブラウザで使うためのアプリは無料です。で、それを使ってどんなことができるかなということを見ていきたいということですね。はい。で、まあ、黒板もしかだったら60万円ですね。あと、年間のサポート費が7万7千円っていう、ふざけた金額かかりますけども。電子黒板アプリに関しては、もう本当にブラウザ、スマホ、タブレットで、何でも使えますので、とっても便利です。こちらを今日紹介します。で、できること、どんなことができるかなんですけども、ちょっと皆さん実際のものを見ながら、少し見ていければと思いますが、共有で、今ちょっとリンクをコピーしますね。これを貼り付けます。チャットに貼り付けました。そうすると皆さんどうですか？クリックしていただくと、チャットの画面から入れますね。入ってくれましたね。入れるんですね。こんな風に。
で、今この画面っていうのは、実は共有をしている状態になっているので、例えばこの左側にあるペンですね。ここのペンをこうやると書けるんですけど、どうですか？今入ってらっしゃった方々、先生が、そういうことですね。誰が書いてるかまではちょっとアイコンでしかわからないんですけども、そう書けるんです。誰でも好きに。で、ここにちょっと見てくださいとか、ね、こんな風にやってみたりとかですね。色をペンを変えてみて、少しちょっと違うペン、蛍光ペンでメモってみようとかですね。蛍光ペンだと当然後ろ側の、全部消されちゃいましたね。こんな感じでできたりとか。そういうふうに書けるんです。つまり、みんなでチョークを持って、ホワイトボード、あ、黒板ですね。黒板に書き込んでいるような状態。で、どんだけ書き込んで動きがブレないの分かりますかね。で、これを、ズームの、例えば、黒板、画面共有、ズームのホワイトボード機能とか、何かのアプリのホワイトボード機能を使うと、多分書くか、こんだけの人数動かすと、多分厳しいんですよね。でもそういうブレが全くないっていうところが、まずこのジャムボードの特徴になります。リアルタイム。で、これアイコン今ちょっと皆さん、順次決められてるんですけど、これをアイコン見て、誰が誰か分かれば、誰が書いてるかっても当然分かりますし、ということが分かる。というのがまず一つ、これ、ホワイトボードの特徴だと思ってください。で、このホワイトボードでできることは何かっていうとですね、黒板と同様にペンを使った描画ができる。さっき試していただきました。で、消しゴムで消さないと消えない。まさらそうですけど、消えないんですね。で、レーザーポインターを使った描画ができる。ちょっとこう横に、あ、これじゃない、これかな。置きながら見ていきたいと思いますけども。よいしょ。よいしょ、このぐらいの画面がちょっと皆さん消してくださってますね。レーザーポイント、これですね。これだと、例えば、この四角、今出てますけど、四角見てくださいって、ここに四角こういうふうにやるんですけど、消えるんですね。つまり、ちょっと見てほしいときに、ここ、注目とかすると、さっと引いて、さっと消える。ということで、使えるレーザーポイント。一定時間で消えます。で、テキストボックスを使った入力ができる。ここに、こういうのがありますけど、あ、これだね。これですね。キーって書いてます。これを使うと、ここに、入力ができます。ということで、文字のサイズをこういう風に大きくしたりとかもできますし、移動もできます。非常に簡単に移動も書くこともできる。消すときは、ディレートキーを押せば消えます。で、付箋の配置ができる。これが意外と便利なんですね。ここに付箋機能があります。ポッとやると、出てきて、例えば、中国。はい、つけて、ポンと置いてあげると、はい、中国の、なんか反対になんか、1、あ、何か1書きましたね。こういう感じで。簡単に付箋を使うことができて、しかもそれ移動ができるんですね。ちょっと仲間を合わせてください。例えば、今ちょっと簡単にやりますけど、ちょっと待ってくださいね。例えば、この数字とこのピン、あのピン、あ、いくつかこう付箋をパッと置いてみて、2、これ今コピーしました。2ですよね。この2という数字と、例えば、よいしょ。付箋で、あらですね。で、キャンセル。じゃあ、これ例えば、同じピンを表す、この1のピンを表す付箋と、誰か誰々さん、重ねてくださいって言ったら、このピンだから、これが一緒かな、とこういう持ってきて、重ねてあげさせるような練習をさせたりとか、ね、することもできたりします。こんな感じで付箋を簡単に配置ができる。で、画像の配置ができる。これが意外と便利なんですね。例えば、ここにありますけど、ポッとありますね。で、Google なので、Google 画像検索が使えます。で、ここで例えば、パンダ検索しますよね。パンダ出ます。で、これクリックして挿入とすると、はい、パンダの絵ができました。で、これの中国を書いてもらうとか、これの中国の付箋を合わせてもらうとかもできますよね。こういった画像を簡単にアップロードできます。自分のパソコンにあるものもアップロードできます。とかですね。あとは画像を背景として読み込むことができる。これは何かというと、ここにあります。背景設定。ここをクリックすると、例えばこういうノート、黒板の薄いやつ、ノート字とかですね。やったりとか、ちょっと背景、画像背景を使って何か背景を入れてみたいなってことで、例えば、ここにありますけども、こういう問題を答えをするものを作っておいて、それを読み込むこともできます。で、このようにですね、画像とか背景を読むことができる。で、今ありますけど、複数名共有ができるんですね。で、ちょっと落ち着くなっちゃった。
フレームバーの上の方にあるこのマーク4の4をクリックすると、作成済みのページの右クリックで削除ができると書いてありますけど、どういうことかというと、ここの上ですね、ここをクリックすると、追加ができる。つまり2ページ目ができる。さらにこれ同じものをコピーしたけだったら、コピー作成をすると、同じものを複製できるんですね。で、いらなくなったら、削除ができる。つまり、最初に、例えば、中国の問題を置いておいて、それを複製していって、例えば何々くんは、学籍番号順で、何々くんは1番の、この番号を振られている、黒板に答えを書いていってください。2番の、誰々くんは2番のところに書いていってくださいっていう形で振り分けてしまえば、誰々くん専用の黒板ができて、それをこの実は上の画面で増えたの全部見えるんですね。こうやって見えていくので。例えば2番、ところに、例えば清原先生、もしお暇でしたら何か、書いてもらってもいいですか？清原先生いますかね？あ、いないかな？すいません。どなたかもしお暇な方おられましたら、2番のところに書いていただいてもいいでしょう。何か、自由にこの描画をしていただいて、ね、僕、散らかってしまいますけど。すると、この書いたものがリアルタイムにですね、そうですね。とか、3番、誰がどこに行ったかってわかりますよね。今、匿名の、クワカさんが今4番にいますよね。で、匿名のトラさんが3番にいますよね。っていう形で、その書いてるものをですね、書いてる内容が、こうちょっとちっちゃいんですけども、僕の画面でよく見る。書いてる内容がそのままリアルタイムに見れると。だからこのやってる様子が常にこのどんどん増やすことができます。わかるので、一斉に答えを書いてくださいっていうことを指したとしても、その状況を把握することができるんですね。という、もちろん見やすいペンで書いてもらうという注意も必要ですけども、そういったことで学生の学習状況を把握することができる。そういったメリットがあります。これが、このフレームバーを使った機能になります。で、一つのファイル最大20枚までコピーできるので、まあ、一つに、振り分けていくとすると20人まで同時にできるし、もしこの一つの画面を4つに区切っていけば、20×4 で80人までできるという、そういう計算になります。その辺の、どこに書かせるかってことさえきっちりやっとけば、これをその学生の答えを出すフリップボードにすることもできると。そういったわけです。で、さっきも言いましたけど、リフニーバード展開で、リアルタイムで複数のジャムボードの動きを確認できるというメリットがあるんですね。これができることになります。できないことは問題は当然あります。例えばどんなことかっていうと、文字のサイズは 色は限定されます。つまり、テキストボックスで書く文字の、サイズ、まあ、広げることできるんだ、広げることできるんですけど、まあ、限界がある。で、あとは色ですね。色は複数色をつけることができない。で、ペンのサイズはペンの種類によって決まってるんで、ゴム太のペンとかそんなことないんですよね。で、まあ、チョークに太さが、例えば黒板でチョーク書くときに太いチョークと細いチョークがあるかって言ったらないですよね。その感覚です。で、付箋はどれだけ文字を入力しても均一サイズになるんですね。だから付箋にちょっとこう入力し、付箋をちょっとこう置きますね。ここに例えば、すごい量の青を書いたとします。どんだけ書いたとしても、このサイズになっちゃうんです。だから、文字の量で決まるわけじゃなくて、付箋の形は変わらないと。だからまあ、せいぜい3文字ぐらいまでが、付箋で書いたものを別のページに移すことができるか。こうやって、こうやったらできます。つまり、ここを右クリックで、コピーを作成して、別にコピー作成したくていいんですけども、右クリックではできないんですけども、キーボードでコントロール V、コントロール V かな、コントロール X をするとカットになります。カット。コントロール X。まあ、キーボードつらつら。キーボードあるんですけども、キーボードつらないな。こんな感じにしてますから。残念。ちょっと待ってくださいね。まあ、キーボードを見ていただいて、左下にある CTRL というキーボードのやつと、C、X を押すとカット。で、それを別のところに持っていって、V、コントロール V を押すとベースになるので、色はそれでできます。で、そんな感じでできますね。で、あとは、中国語と日本語の文字コードの、同じ漢字ですね。これ区別ができないという、実は Google って中国語のフォントデフォルトで持ってないんですね。困ったことに。なので、例えば、この、チェンとかシエとかドンですね。日本語と、ドンは関係ない。などって言うんですね。に関しては、日本語のフォントと区別ができないので、中国で書き込んだと、中国語と認識ができないんですね。なので、こうなってしまいます。
で、これがちょっとデメリットとしては大きいところなんですけども、まあ、どうしても中国の本当にこだわりたい場合に関しては、この中国語を画像で作ってしまうというような離れ技はあります。どういうことかというとですね、こんな感じで、フーっていうのを作ったんですけども、これを貼っつけてしまえば、普通に使えた、画像で読み込んでしまえば、使えますけども、そういうちょっと苦労はしなきゃいけないんですけども、まあ、それは使うときに、これは、使うときに注意をしてもらって、学生さんに、この字はね、必ず、こうだからねってことを最初に刷り込んでしまう。とか、やるとか、画像を使ってあげるってすれば、なんとかなります。で、画像の作り方は後でやります。まあ、そういったところちょっとデメリットあるんですけども、まあ、デメリットを比べても使い勝手はいいかなというところですね。で、じゃあ、実際にどう使うのかっていうところを見ていきたいと思いますけども、いろんな使い方ができます。パワーポイントですね、皆さん作られてる可能性、こともあると思うんですけども、例えば、パワーポイントで作ったものをですね、画像として読み込んでしまって、それをちょっとパワーポイントのように使ってしまうという、ことができないかなということを考えたことがあるんですけども、例えばですね、ちょっとね、例をちょっと出します。こういう、スライドがあります。パワーポイントですね。これスライドですけど、これまあ、授業でそのまま使ったらいいんですが、ちょっとなんか書き込みたいときとか、なんかここに問題作っといて、そこにちょっと書き込ませたいときとかってあったりしますかね？ないですかね？で、そういうときに、パワーポイントをそのままこの Google ジャムボードに読み込むことはできないんですけど、ファイルで名前をつけて保存ってするときにですね、デスクトップにしますね。でですね、ここのとこですね。普通パワーポイントで保存するんですけど、JPEG で保存ってできるんで、こうやって JPEG とか PNG って画像で保存ができます。で、その JPEG で保存ってやってあげて、保存って押すとですね、すべてのスライドを保存しますとすると、今エラーとこれではありましたね。するとですね、実はパワーポイントって、まあ、キーノートもそうなんですけども、あるいは Google スライドもそうなんですけども、こんな感じで画像で保存することができるんですね。すべての画像、スライドを。で、この機能を使ってあげて作った画像を、このジャムボードにですね、背景設定のこのプラスでボタンを押してあげて、アップロードですね。参照って書いてあるんで、ここに、さっき作ったこの画像をですね、こうポンとしてあげると、こういう感じで背景画像として読み込むことができます。で、これを応用すると、まあ、いつにページを切り替えてあげて、新しいまた次背景画像をですね、どんどん読み込んでいくと、理論上はパワーポイントで作ったものだったら何でも背景画像として読み込めるんですね。で、背景画像として読み込むと何が便利かっていうと、消されない。つまり、消しゴムでいくらこれをやったとしても背景が消されないんですね。だから、さっきどんどん書き込んだものをですね、全部きれいに消してくださってますね。こういう形で消されなくて済む。で、こうやって消されちゃうんですけども、パワーポイントで作ったものを画像で読み込んだ場合は消せないので、これを使っていろんなことの、いろんなこのアクティビ、アクティビ、あの、学生にですね、活動させることもできるっていう、そういったメリットがあります。で、これがその画像を背景として読むときのメリットなんですね。で、それを使ってできたサンプルっていうのが、こういうものですね。これも皆さんとか共有されてると思う。リンク貼ってあるので、見てもらったらと思いますけど、会長書き込んでしますけども、チャットで貼っちゃおう。チャット。これがその、なんですか。これは、本当ただ単にスライドを貼ってるだけなんですけども、皆さん気になりますね。これですね。2番目、3番目、4番目という形で、じゃあ、何々くんとか言って、ここのところ、これ読んでごらんとかね。できますよね。読んでごらんとか。ここ読んでごらんって形で。まあ、パワーポイントではできるんですけども、それを簡単にもっと容易にできるって、それだけのことですね。で、例えば書き込みたときに、例えばですね、黒の、なんだろう、マーカー蛍光ペンブラシ。マーカー使ってあげて、こう消す、こうやって消してしまって、はい、読んでごらんとか言って、読み終わったら消しゴムで見てみようとかね。やろうと思えばできますよね。とかいう感じで、ここの機能をそのまま上書きして使えるっていうことで、使い方としては、ただスライドを展開するよりも、柔軟度は、利用の幅は広がるっていうメリットあるかなぐらいのものですね。それが一つです。スライドとしか。で、あとはですね、これ二つ目ですね。
クイズの回答ボードのやつですか。これは、いろんな方法あるんですけど、これは仕込みが大事です。というのは、誰がどこに答えさせるかと決めとかなきゃいけないので、例えばですね、人数少ないところ、クラスとかだと、こんな感じ、ちょっと画像を試しにやったんですけど、こうやって、例えば、清原先生、ここ、答え書いてください。A さん、ここに答え書いてください。B さん、ここに答え書いてください。C さん、ここに答え書いてください。しておいて、じゃあ、今から問題言うので、それの答えをここのフリップボードに、それぞれマーカー使って答えてください。例えば、じゃあ、僕、中国語なので、それを中国語で書いてください。ですが、って。ニハオって聞いたら、じゃあ、A さんが自分でこう書いて、清原先生がまたここに書いてくれたら嬉しいなとか思いながら見てるんですけど、書いてます。っていう形で、学生を当てて書かせるっていうこともできます。これは、画像1枚、イラストから持ってきたものをそのまま使ってるだけです。できますし、あるいはこういう、これは、サンプル複数のページ、ここからクリックしまったら、こう開くんですけども、この場合だと、こういう十字の背景を、このパワーポイントで実は作りました。こういうパワーポイントで、僕はシンプルにこういう本当に線を引いただけのパワーポイントを作って、それをさっきの画像の保存っていうのを使って、保存したやつをですね、書き出したんですね。背景画像として設定しています。で、付箋を使って1番、2番、3番、4番って決めといて、じゃあ1番の人、ここに書いてくださいね。で、ポンってすると、はい。その下に5番の出席番号は、こっちの2ページのところ、9番目、10番目の形で分けといて、じゃあ、それぞれのところに、今から言う中国語の問題の答えを書いてくださいね、っていうようなことをしたりすることができるかなというわけですね。だから、まあ、こういう番号を決めて配置をしておいて、その場でパッとクイズをさせて、答えをさせるっていう、答えを書かせるとかですね。今から言う中国語を、じゃあ、手書きで頑張って書いてくださいとか。あるいはテキストを使って入力してください。で、しかもその自分の番号のところに書いてくださいねっていうすると、まあ20人ぐらいまでだったらこの1つの画面でパッと把握できるような形でできるかなと思っています。で、こういう使い方もできるなと。で、どういう使い方をするかはもうそれぞれ自由なんですけども、こんな感じでクイズのように使ってみる。あるいは漢字の学習に使ってみる。で、これは、まあ学習編集権がかかるから、あ、そうそう。このホワイトボードってこの共有のボタンを押すとですね、こういうの出てきます。で、普通は、ここですね、ここは制限付きになってるんですけど、リンクしてると全員にしといて、で、閲覧者っていうのを編集者っていうのを変えてあげると、自由に書き込みができます。で、こうすると誰でも書き込めるんですけど、まあ、このアドレスにたどり着くことで理論上不可能なので、こうやってても何か別の人がポンと入ってくることってほぼないです。このアドレスを流出しない限りではないので、まあ、こういうの、これでこれを、学生に渡すという感じですね。で、次ですね。漢字。見てみましょう。漢字の書き取り。これちょっとリンクチャット貼っときますね。はい。漢字のリンクですね。で、これは、やはり同じように、実は僕、パワーポイントでこの四角いケースを仕込んでいるんですけど、別に仕込まなくてもいいと思います。これも。ちょっとこうした雰囲気出るかなぐらいのやつで仕込んでいるだけで、これも、パワーポイントだったら簡単に作れるんですね。正方形作ってあげて、点線作ってあげてっていうだけの話です。でもちゃんと本当はこのバランス考えて、漢字配置しなきゃいけないんですけども、そこまではしてないです。で、これを、まあ、こうやってなぞらせて、これが、まあ、iPad とか配布してる学校とかだったら、本当にその場でこの真似っこをしながら、マウスとかだとなかなか厳しいんですけども、iPad とか配布してるとこだったら できますね。なかなか皆さん苦手ですね。マウス操作。選択こういうまあ練習をさせるというわけです。で、この漢字、今、綺麗なフォントが出ているのは、これは、さすがにこの Google のジャンボードではできないので、先ほどのこの PowerPoint の方で、カイティという、フォントですね。これは中国の会社のフォントですけども、それで中国語を作ったわけです。で、この罫線は、さっきも言いました、こうやってこういうやつですね。こういう図形を使ってあげて、この図形を作って普通に塗りつぶしをなしにしてあげて、で、から点線赤色にして、それを、ここだったかな。このところで、あ、これだよ。このところで線の種類をですね、点線に変えてあげるとか、そういう、ことをしてるぐらいのものなので、で、それを画像として保存して、それを読み背景として読み込んできてるだけです。なので、まあちょっとパワーポイントをかましてあげてるっていうところあるんですけども、Google スライドのそれは作れます。
で、それを書き出すこともできます。ただ漢字がちょっとっていうところですね。あ、この辺。これで、誰がどういう漢字を書いてるかっていうのとか、この実際に見ながら、漢字の練習の様子っていうのを見ることができるという面では、まあ、使い勝手がいいかなというところですね。それがまず、これです。だから、仕込みが大事って言ったのは、仕込んでるものですね。だから仕込みなしだと、なかなか難しいんですけども、仕込んでしまえばこういうこともできます。あと仕込みがあまりいらないのはこれですね。付箋を使った画像の並び替え問題。ちょっとサンプルをまた出しますね。いろんなサンプル。で、これは付箋をとにかく使ってみたんですけども、こうやって付箋がいっぱい並べてます。で、まあ、認証代名詞を黄色にしていて、記号をこういう形で散らばめてるんで、適当にやったわけです。じゃあ、これで例えば、この1枚しか用意しませんけども、ちょっと複数用意しましょうか。いっぱい作りました。じゃあ、これで何万でもいいんですけども、皆さん適当に散っていただいて、例えば、私は、中国に行きますっていうのを、じゃあ、並び替えてみてください。あ、そうそうそう。私は中国に行きます。できますか？付箋を並び替えてみて、私は中国に行きます。ってやってると、どうですか？画面見てて、誰がどうやってるかっていうのが、まあ、動き見えますよね。で、あ、みんな正解だなっていうのが分かりますよね。じゃあ、私は中国に行きませんっていうのに変えてください。私は中国に行きません。否定詞を探してみてください。語順を考えてください。です。うん。じゃあ次は例えば、僕今が中国読むので中国語を聞いてそれに合ったものを選んでくださいということで、じゃあ、他何でしょうね。他来我家吗？他来我家吗？彼女あるいは彼ですね。他来我家吗？そうっていうと、誰がどんな風にやってるか間違ってるかっていうのは、まあ、画面越しにこう見てですね、十分把握ができるっていう。だこれ付箋を使う。付箋が割と使えるなと思ったらこれなんですね。で、例えば色を変えてあげて、その認証代名詞とかですね、動詞とかを意識させることもできるし、今これ中古でやってるんですけど、ピンにしてあげて、有機音の基音っていうのを区別させながら、確認をさせるってことも多分できるかなっていう。そうですね。こういう使い方ができる。で、パッと見て状況を、全体の状況を把握することもできるっていう、こういったメリットがあります。で、漢字、さっきの問題出てきた、この漢字ですね。この漢字が、どうしても日本語の漢字になっちゃうんですけども、まあ、画像を僕たちが作ったらこういうものなんですけど、こういうのを画像と締め込んでおくと、こういう使い方ができます。で、これどうやってるかっていうと、これですね。パワーポイントでもいい。パワーポイント、これはパワーポイントとかキーノートが楽なんですけども、普通に挿入で図形ですね。図形をこうやってあげて、まあ、正方形っぽくって、シュートキーをしながら正方形になるので、作ってあげて、色を若干似せなきゃいけないので、色をこう似せてます。似た色を探す。あ、図形の枠線じゃない。枠線なしにしてあげて。ここですね。で、ここに中国語を入力してあげて、で、色を、黒にしてあげて、で、太字にしてあげて、拡大していくだけです。で、あ、ちょうどいい大きさになったなと思ったら、ちょっと影があると付箋っぽくなるので、この図形の書式のところで、確か効果で影があるんで、影つけてあげると、付箋っぽくな、あ、影うまくつかなかったな。効果で影ですね、影。で、外側かな、こっちの外側、右側かな、左側か。で、つけてあげると付箋っぽくなるので、これを、ファイルで名前をつけて保存で参照で場所を決めてあげて、あ、ちょっと今バグってますね。バグってますけども、JPEG 画像に保存してあげて、保存したものを画像のトリミングと、画像開いてあげたら画像ちっちゃくできるので、いらんとカットできるので、それで処理したものを、この画像の、追加っていうボタンで参照して配置をしてるだけです。もし画像のトリミングの仕方がわからないか、後で時間があるときに説明します。なので、まあそういう感じで、漢字には対応できる感じですね。はい、あとこんな感じで、このサンプル置いておきましょうか。ざっとに置きますね。これは、どんな使い方できるかっていう例だけなんで、画像を配置して、
でから、マオとかですね、ゴウとかシオンマオとかですね、ピンを置いてみて、じゃあ、この、ピンがですね、合ってるところを、例えば、犬だったら犬のところに、ピンとこれを合わせていってくださいっていうような、活動させたりとかできますかね。っていう、そういう使い方もできるかなって。こういうふうに、まあ、なんとでも考えようにしたらできるんですよね。っていうふうな方がいます。はい。で、あと、例えばですね、書かせるものでもできますよね。っていうことで、これもサンプルがありますけども、続けていきます。これも、こういうふうに手書きで書かせる方。読み中を読みます。書いてください。って言って、人体の合間って書いて書かせるんですよね。とか、こういうふうな、もう、事前に問題を作っておいて、で、この括弧のところに、正しい中国を、できるっていう中国語の3つの中から選んで、最も難しいやつ書いてくださいねっていうふうにさせてあげたりとか。あるいはここも、最初から、付箋を置いといて、中国語これ。付箋をこう置いといてあげて、付箋を置いといてあげて、正しいと思うところに入れていってあげてくださいねみたいな形で、こう練習させてあげる。これ違うけど、こんな感じで置いていってあげる。ような形で仕込むこともできるので、まあ、書かせると付箋の配置っていうのを使いながらですね、いろんな形でこういう使い方ができるかなと。で、これも僕問題は全部、この四角いものとか線もパワーポイントで画像を作ったものを背景として見込んでいます。これぐらいだったら、Google スライドでも作れます。ていうか、背景として作ってるのは、消せないっていうこと、動かせないっていうことだけですね。これもそうですね。ここでテキストで書けるんですけども、そしたら動かされたり消されたりするので、動かされたくないものはとにかく画像として背景として見込んじゃうっていう。そこだけポイントとして押さえておけば使い勝手になると思います。はい。あと、だいたいこんな感じで、Google ジャンボのですね、使い方、いかがでしたでしょうか。じゃあ、もう一点、もうほとんど書き足になりますけど、Google スライドですね。これは何かというとですね、同じく共同編、今僕はスライド使ってるんですけども、編集権限ありの状態共有機能、今回は閲覧だけにしてるんですけども、編集機能ありの状態で、学生にですね、提供してあげると、同じようにこの辺のものをですね、こういったパーツを動かしたりすることができるようになります。それを使ってやると、もう少しその複雑な動きをすることもできます。ただちょっと余計な機能が増えてしまうので、僕はこの割とこのシンプルに使えるジャンボードが好きなんですけども、例えば、音を配置してあげて、音聞きながら中国入力しなさいとかをさしたりとか、例えばさっきやった、中国語と画像とピンっていうのを合わせてくださいねっていうようなやつを、音声を配置してあげて、で、中国語の例えばピン音とか、あるいは単語とか日本語とかを、配置をしてあげて、それを合わせるような、音を聞いて合わせるみたいな活動させるってことも多分できると思います。そういう意味で、使える幅っていうのは多分ジャムボードでも広がるんですけども、若干逆に言うと作りとか作り込みでややこしくなっちゃう可能性はあります。だそういった音声とかコンテンツが使えるっていうメリットが Google スライドの場合にはあります。ですね。で、あと便利なのは Google スライドだからできることっていうのは、ジャムボードの場合は、まあ、こういう形で、同時に見えるのは画面のサイズによるんですけど、まだ4スライドぐらい、5スライドぐらいしか見えないんですが、こっちの場合はですね、この下に、今ちょっとスライドでいきますね、スライドがあるといきますけども、この下にですね、この画面ボタンがあります。これを押すと、はい、こんな感じで、だいたい20個ぐらいですかね、もっと広く、今は14個か。こうやって上げると、画面のサイズによるんですけども、複数のものを見ることができるので、しかも、リアルタイムで、編集したものはリアルタイムで表示をされるので、例えば学生さん、1番の学生さんが活動している内容、2番の学生さんが活動している内容っていうのを、こういう形で見ることができます。これが、ジャムボードよりは、その視認性が良くなるというメリットはあります。しかもこれ大きくできるんですね、こうやって。どっかちょっと注目してみたいのは。ちょっと大きくしてみよう。ちっちゃくしてみよう。全体見てみようってことは、こういう形でできます。だから何て言ったんだろう。コール教室の、使ったことある先生方だとイメージしやすいかもしれませんけども、教員がその学生のウィンドウを覗き見するような感覚だと思ってください。あ、こいつ遊んでるな、サボってるな、あ、寝てるな、みたいな感じで。
すぐわかります。それがこの Google スライドのメリットですね。で、あとは Google スライドの便利なところ。なんと Google スライドは中国のフォントが使えます。ちょっと特、癖があるんですけども、アドオンって言って追加の機能になるんですね。で、これです。で、これでこのエクストラフォント、フォントっていうのを、スタートって押して起動させてあげると、中国のフォントがきれいに表示されます。だから Google スライドの場合は、設定さえすれば中国のフォントが使えるんですね。設定方法はこちらになります。これは、興味があったら見てみてください。Google クラスルームで Web フォントが使えたよという話ですね。ところから、この Google スライドでも応用できるよということで、できたものになりますね。あ、これも、こういうのがあります。あと、Google スライドのいいところですね。付箋機能はないけど、図形プラス文字の魅力が代用化ですが、付箋機能はないんだけど、さっきの、PowerPoint でやったような形でですね、図形を作ってあげて、その中に中国語を入力することは Google スライド当然できます。普通にこの挿入ってので、テキストボックスとかですね、これで図形とかをこう入れてあげて、こう図形とかでこうやってあげて、ここに中国語を例えば入力することができますね。はい。で、これをこんな感じで大きくするとかですね、できる。しかも中国は僕今きれいに表示されてますけども、こういう感じでちゃんと中国は入力できるので、付箋のように使うことができる。ちょっとこれを、ちゅーっと、強気にならないのかな。これですね。こういう感じで。はい、いきますね。で、こういうのを使って並び替えをさせるみたいなことはできますよね。そういう、便利な点はあるという。あと、画像の挿入も、もう基本的に Google 様々なんで、画像も音声もですね、基本的には、画像、パソコンからアップロードとウェブから検索全部できます。なので、ここで今画像を検索してパンダって、パンダ好きですね、僕。検索してあげると、ふって出てくるんで、じゃあこのパンダを、ちょっとパンダ、このちょっとこのカッタルさんのパンダ入れましょうか。ポンって入れてあげると、クソでかいパンダが出てくるんですけども、こういうふうにできますよね。じゃあこれの中国入力してごらんとか言って、学生に入力させることもできますよね。という。こういう、ことをですね、できると。で、編集権に与えれば、ここですね、共有ってボタンを押してあげて、今は閲覧だけになってるんですけども、ここを変更してあげて、ここをですね、編集者とかね、コメントとか、この編集者ってしてあげると、学生がその中のコンテンツを自由に動かすことができるので、何々くん1ページ目行ってください、何々くん2ページ目になってくださいって形をしてあげればですね、ここもそのジャンボートと同じように活動することができるという、そういったメリットがあります。なので、まあ、ジャムボードと Google、ホワイトボードですね。それぞれ使い勝手が若干微妙に違ってくるので、どっちがいいかとか、どっちが悪いかとかないんですけども、とにかく共有機能を使ってあげて、学生に配布してあげると、活動させることができる。で、その活動を教員はやってるかやってないかってことを、リアルタイムで見ることができる。そういったメリット。で、ジャムボードの場合は背景画像としていろんなものを入れるので、動かさせて、させたくない部分と、そうでない部分っていうのを分けて活動させる。じゃあ、このスライドだったらどうするんですかってとこなんですけど、スライドもちゃんと、そういうところがちゃんとできていて、スライドの場合ですね、ここのとこですね。スライド、テーマの編集ってとこですね。ここをいじってあげると、ここに背景画像を読み込むことが実はできます。背景画像を設定することができます。どんなふうになるかというと、これ最後ですね。これかな。これが今、僕、こういうふうになってるんですけども、ちなみにちょっとここ、クリックしますね。で、これで、レイアウトってとこ選ぶと、ここほら、ここ変えるだけで、どんどんレイアウト変わっていくんです。で、僕、この背景画像を、このスライドの、テーマの編集っていうところを使って、一番最初のレイアウトのこういうのを作っています。で、二つ目のとこ、例えば、ここですね。いらないんで、これ消しちゃいますね。消せたかな。こうやって消せますね。で、これで例えば、線ですね。線で、こんな線を引きますね。適当に引きました。で、1枚、1本、2つ目、3つ目。適当ですよ。すごい今適当やってますよ。やってあげて、で、これで、この状態で、
じゃあもう一回戻りますね。サイトに。で、2ページ目を、じゃあさっき作ったやつ。これですね。ってやってあげると、もうさっき使ったものと同じものが、ガタガタの線が使えます。で、これは学生も僕もいじれません。裏側で作ってもらうので。で、これに、じゃあ中国を書いてくださいねとか、中国によくしてくださいねってことを学生に指示をしてあげればですね、簡単に、活動をさせることができると。まあ、そういった、使い方でですね、とにかく背景をうまく使ってあげるっていうことでですね、ジャンボードもスライドもですね、かなり応用が効くコンテンツになるのかなというふうに思っています。これで僕ネタつきましたかね。はい。ということで、ご清聴ありがとうございましたと。まあ、あとはいろいろとにかくいじってみるということですね。とにかくいろんなことをこういじってみるとですね、あ、こういう使い方があるのかっていうことで、多分使い方って結構無限大っていうか、まあ、いろんな使い方ができる。今、本当にサンプルいくつか出しただけなんですけども、こういう活動をやらせてみようとかですね、ああいう活動をやらせてみようっていうのは、想像できるものでは大体できるかなと思うので、とにかく学生に、生徒に手を動かさせるっていうことでは、使いやすいものではないかということで、話を終わらせていただきたいと思います。木村先生、終わりました。ちなみに画像の編集はすごい簡単で、ちっちゃいな。もっと大きいやつ。これ、デフォルトのやつなんですけど、画像なんですけど、画像開くと今多分、フォトって開くんですね、Windows の場合は。で、このマーク、これクリックしてあげると、こんな感じで、例えばこの清原先生のところで、こう、開けてあげて、こう狭めてあげて、ここだけ。で、保存ってしてあげると、これでもう終わりです。こんな感じの画像を作れます。だから、書き出してしまって、欲しいところの画像を切り抜いてあげて、で、それを貼り付け、アップロードするっていうことをしてあげれば、基本的にどんな画像でもですね、取り組むことができます。そんなに数はいないでしょうけど、Mac ユーザーだったらプレビューっていう、やっぱり元からインストールされてるやつで同じようなことができます。で、あと、Google ジャムボードのスライドの付箋って、あれ、大きくできたんじゃなかったでしたっけね。これですか？これ確かね、できないはずです。いや、私、できたんですけど。こういうことですね。だから、その字としては大きくなるんですけど、比率は変わらないですね。正方形のままですよね。こんな感じで大きく変わってきます。正方形のままでかくすることはできます。そうですね。だから、まあ、この辺のね、大きい字、こういうのができます。これが長方形にならないんですよね。そうです。必ず正方形のまんまですね。ジャムボードアプリはパソコンとスマホで表示や利用できるコンテンツ。多分変わらないですよね。これ、Google のアプリなんで変わらないと思います。そうですね。今ご指摘がありましたけど、ジャムボードを今ずっとパソコンでウェブブラウザで使ってますけど、スマホや、タブレットで使えるアプリも出てるんですね、Google からね。ですので、変わらないと思います。iPhone、iPad でしたら App Store でジャムボードで、Android だったら Google Play でジャムボードで検索していただくと出てくると思います。この人力70%って言ったら仕込みの部分っていう意味です。そうですね。背景を仕込んだりする手間は確かにいりますね。ただ、まあ、いくつかパターン作っておいて使い回すっていうので、最初だけちょっとやっぱり人力70%は確かにそうだと思います。だから逆に言うと、こういうのは楽なんですね。こういう、なんていうか、本当にシンプルにその場で書かせるのが一番楽で、こういう、なんどうでもいいやつですね。が多分一番ぶっちゃけ楽ですね。で、その場で起きてるかどうかの確認ができるっていう、もしオールフル遠隔だった場合は、このこいつ寝てるわとかね、動きを見ながら分かるんですよ。でも、その場で間違ってるとこすぐ把握できる。で、多分学生さんは他の人がやってることを見るまで余裕はないので、間違ったら間違ったらすぐ分かるので、それを把握をするときにも使えたりしますし、まあ、そういう、とにかく、ちょっと使ってすぐ消せるぐらいの多分使い方をするのが、まあ、一番楽かなっていう気がします。あと、こういう、綺麗になってますね。誰かすごい、多分性格出てますね。とかですね。こういう、まあ、練習をさせてみたりとか、できますし、まあ、この中から、例えば、有機音のピンだけ、右、左から入れてください。無機音のやつは、右、左から入れてくださいとかいう。これはまあ感じですけど、手を遊ばせ方をしたりとか。まあ、いろんな多分、発音の教えてる時期だったらこういう使い方でできるし、そうでなかったらそういうできる。テストには向かないですね。そうです。テストには多分向かないと思います。あくまでその授業中の、
活動として使えるかなぐらいですね。もしテスト使う場合は、その学生ごとに、ジャンプボードを変えてしまう。これ今1個でやってるんですけども、ジャンプボードこれ今、ここクリックを押すと、これ誰が、ホームに行くんですけども、こういう感じで、ジャンプボードが今、ホームなんですけど、ここでプラスって押すとですね、どんどん実は新しいジャンボードを作れるんですね。だこれをいっぱい作っといて、学生ごとに配布し、一個ずつ配布してしまえば、できなくはないですから、多分先生見るのが大変だと思います。だけど、そういうふうな形で分けちゃえばいいかなと。コメントのみ許可すれば、回答が早い上位何名まで合格とかもできそうです。ああ、できますね。そういう使い方もありですね。だもう、なんか、なんとでも できると思う。だから、的にあんまり評価には向かないツールですね。なんだろう、イメージとしては教室の黒板で、その黒板に昔やりませんでした。例えば線引いて、ここに誰々君答え書いて、2番目のところに誰々君答え書いてとか言って、黒板をいくつか分けて、同じ問題のことは書かせるなんてことやったこととか、やらされたことってないですかね。そういう、なんか昔黒板にやってたのことってのは基本的にできると思ってもらったらいいかなと。で、その発想で使うと、ああ、こういうことはできるな、ぐらいの感じですかね。そうですね。で、遠隔の話をされてましたけど、実際に対面で授業をやってる時にも、誰か一人にこう練習問題当てても、他の学生はまあ聞いてない、寝てるっていうのがありますけど、これで一斉にやらせると、一斉に取り組みが見れるっていうことですね。そうですね、スマホでやらせてしまってても、例えば手元でスマホを使っていたとしても、例えば、先生のパソコンでこの Google の、このジャムボードを開いて、それを、パート、なんだ、プロジェクターですね、それプロジェクターに前に映してると、その各それぞれの人が手元のスマホでこれを操作しても、その操作してる様子っていうのは大写しになるんですよね。だから誰々君がこうやってると、スマホで動かしてるとか見れるんで。だからその教室で使ったとしても多分問題なく使えるんですね。もちろんスマホを使うってことを許可すればですけど。だから教室でも多分かなりこれ有効に使えるかなと。教員がその自分のパソコンをプロジェクターにつないでおいたら、そこの表示をしている画面を共有で学生に配布。で、その配布したものを学生に、例えばスマホとかパソコンとか自分が持っている端末で入ってもらって書き込んでねっていう形にすると、リアルタイムで教室だろうがどこだろうが、使えると。で、それを前に映している、プロジェクターから投影されるものを見て、あ、何々君間違ってるね、ここ合ってるよとか違うねとか、ここをこうしたらいいよってことで、先生がその間違ってるその場でこう入れ替えてあげたりとかですね。することもできるということで。そういう意味では、こう見ながらパッと見て、あ、これはちょっと違う。彼女が彼女を食べちゃったらまずいよねとか、っていうことで、あ、これ飲むだからこっちだよねとかいう形で、すぐにそのやった内容を、学生がやった内容を見て、その場でパソコン使いながら、直していくということもできるんですよね。そういう意味では、まあ、対面であろうが、対面でなかろうが使えるツールかなという、気はします。あと教室で学生さんにやらせる場合ね、このジャムボードの、共有 URL もそうですけど、Google スライドの共有 URL もそうですけど、人間が打てるような長さじゃないんですよね。ですから QR コードで共有っていう形でされてるんですかね。そうですね。リンクコピーしてやってですね。で、ちょっと待ってくださいね。QR 作成と。Chrome だったらいきなりいけますよね。ああ、Chrome だって決まりますね、ここ。待ってくださいね。順番にいきますね。ここで、Chrome でも、これですね。ここ、リンクのアドレスバーに当ててあげて、ここですね。ここをクリックすると、こうやって QR コードが実は出るんですね。意外と知られてないみたいですけど。で、これをスキャンその場でさせてあげるとか、あとはもう本当にさっき出てきたこういう QR コード作成ツールを使ってあげて、貼り付けてあげて、OK と押すと、こんな感じの QR コードが出るので、これを映してスマホで読み取らせるっていうことがありますね。学生がタブレットでジャンボードを使うとき、ウェブで使うよう指示をする必要がありますか？この場合、ちょっと今、タブレット持ってないのわからないんですけども、多分そのタブレットのアプリがあって、そのアプリが多分
リンクをクリックすると多分自動的にアプリが開くんじゃないですかね、ジャンボーの場合だと。ちょっとそこ試してないので分かりませんけどですね、また後で試してみて回答をお知らせします。だからまあ、とにかく、なんだろう。ホワイトボード、そうですね。もう多分、割と、なんていうか、大学も、まあ、高校も、プロジェクター使って授業するってことは、多分この2年で増えてきたところが多いかな。あるいは、もう皆さんスライドいっぱい作られて、そのスライド作ったものを使って授業するってことが多分多くなりましたよね。なので、それでスライドを使いながらちょっと切り替えて練習させるとかいうので、割とパソコン使ってる先生方だったら簡単に導入できる。無料で簡単に導入できるっていう意味では。便利かなと。で、学生も結構最近パソコンを持ってきて、スマホ持ってきてる学生いるので、それを強制的に使っちゃうという意味では割と使いやすいかなというところですね。パソコン使ってて QR コードが読み取れないっていう場合とかだったら、どうやってその、なんだろう、この教室でアドレスを渡したらいいんだろうとか言って考えるんですけど、木原まあ、先生どうされます？そうですよね、パソコンの場合ね、いや、一番いいのは、まあ、Google クラスルームかなんか、そういう LMS をかましてると一番いいんですけどね、パソコンの場合はね。もう、なるほど、やっぱ難しいな。ちょっと、なんかそういういい方ないかなと思う。まあ、一個しまいますね。通信環境悪かったりする場合は、正直どうしようもないところはありますが、まあ、あんまり慌てずにゆっくり時間をかけてやってあげる、開くの待ちつつやってあげるか、あるいは本当にもうパソコン、スマホがいいとこであれば本当にスマホ使ってあげると、スマホの処理速度ってすごい今早いので、それを使わせるという手もあるんですが、なかなか高校とかだと難しいですよね。大あ学だとは、とね、スマホで OK なんですけどね。そう、あればスマホを積極的に使うようなところだといいんですけども、極端にそのスペックが遅くなってしまって開かないって問題が起きる場合は、やっぱどうしてもあるので、まあ、時間的にというか余裕を見ながら、今回僕全然声かけしません。できますかって声かけしませんでしたけど、どういう状況が今開いてますか開いてませんかぐらいの確認をしつつ、まあ、進めていくぐらいの時間を持つしかないかなというとこですね。すいません。答えになってない。短縮 URL では何とか提示できると思います。ISGD。これどこのやつだろう。早い。あ、本当だ。本当だ。これはちなみに、どこの相当 URL のサービスですか？すごいな。これは確かに短くていいですね。で、あとは通信環境系で言うと、一つの、これも何だろう、学校のあれによるんですけど、一つの教室で無線 LAN で40人とか来ると多分ね、厳しいんですよね、多分。よっぽどそのちゃんとネットワークを組んでるような形でないと、大体詰まります、見てると。大学、100人教室で無線やると、うちの大学とかだと完全に止まっちゃうんですけども。30人、40、30人から40、30人ぐらいの規模の学、あの、クラスとかだと、まあ、もちろん安い、Wi-Fi 機能でもサクサク動いてるんで、まあ、その辺のどういうものを入れてるかっていうのは、その、まあ、学校ごとの、多分機械の、なんだろう、にもよると思うので、まあ、その、できる範囲で手をかけてみると。で、例えば今日は、じゃあ、あと人数があまり多すぎて無理だったら、じゃあ10人、誰々さん、誰々さん繋いでごらん。誰々さん、10人、横の子の見といてとかね。いう形で、ちょっと人数分けてみると。交通整理はもしかしたら必要かもしれません。コロナでなければね、グループワークで4人で1枚のスライドやってみたいなことはできると思いますね。コロナのせいでちょっと今、頭くっつけて相談というのが難しいのでね。それはありですね。確か人数対策だと、つながらなかった人対策っていうのはできますね。